えーと日本から日本を見る2回ですねえー、に日本歴史としてみた場合日本と中国のどっちが古いかっていうのをちょっと2番目に書きました実はですね、えー、日本から日本を見るわけですから、えー、中国のことはその直接は関係ないんですけども私たちの心の中にですね必ず中国の方が先に文明が発達し それから日本がそこから文明をもらってですね、文化っていうかそういうのをもらってですね、そして日本が成立したという意識が強くて、これがまあ全てにおいて問題を生じてるんですね。特に NHK なんかがですね、NHK スペシャルかなんかで何回にもわたって、世界四大文明という特集をやったりしまして、こういうのが僕 NHK 嫌なんですよね。NHK っていうのはなんかあの、中国の味方なんですよ。 で日本の敵なんですね。<laughs> だから、どうしてそういう日本人から、あの、視聴料をもらってて、受信料をもらってて、なんでそういうことをするのかよくわかんないんですが、実はあの、僕らがあの学校で習った四大文明っていうのはですね、あれ中国人が作ったものなんですよ。別に世界的な標準でも何でもないんです。えー、中国人のがですね、中国人というのは、かつての歴史を、 あのこれ中国の考え方あるんですよ。あるんですよ。歴史は捏造していいっていう考え方なんですよ。これもね、あの悪いかつうそうでもないんです。っていうのはですね、えー、過去のものはもしかして違うことを言っても過去の人に迷惑かけませんよね。もう過去の人死んでますから。だから、現代の人のためにやんだったら自分に有利な歴史を言えばいいっていうのがあの中国人の考えなんですよ。 まあこれはまあ、そういう考えですから考えていいんですが、それに NHK が乗るっていうのは変なんですよね。それからもう一つは僕の中、僕の中学校の先生もそうでした。あの、一回も言ってくれないんですよ。世界の四大文明っていう考え方は、中国人が自分の国を有利にするために作った歴史であるって言わないんですよ。 それで、長じて僕がだんだん世界の歴史を自分なりに調べるとおかしいなと思うわけですね。例えば、紀元前5000年ぐらいから黄河に、えー、中国の黄河に文明が発達し、それがだんだん成熟して、えー、中国以外の他国に影響を及ぼしたっていうのが、えー、四大文明なんです。四大文明論っていうのは、えー、メソプタミアとかインダスとかそういう、 初期に発生した文化がですね、世界中に広まったっていう、その、単に、あた、あの、古い、古い文明が4つできたっていうんじゃないんですよ。政治的な意図があるんですね。ところが、最近の研究によればですね、まあ、縄文時代ってもともと一億、1万6千年ぐらい前からですから。ですから、縄文時代の方が、高画文明よりかずっとずっと古いんですよ。それからもう一つの主な点はですね、稲作ですね。これもあの、 中国の、あの、そういう歴史の捏造によって、日本人が違うことを考えているんですが、えー、稲は弥生時代に、えー、大陸から渡ったと。これはどうしてこういう話になってるかっていうと、高賀文明が先にできたので、日本はその頃文明がないと。だから、弥生時代になって、やっと3000年ぐらいですね。その紀元前3000年ぐらいで、稲作が伝わったと。それとともに弥生人というのが来たと。ところが、 え、いろいろな研究によると、稲作はもうずっとずっと前の8000年ぐらいまで今遡れるのかな縄文時代に十分に作っていることと、中国と種が違うわけですね。えー、まあいろんな熱帯どうのこの、温帯どうのこの、ジャポニカどうのこの、いろんな種があるんですが、まあ、そういう研究も進んできた。これはですね、ある意味じゃ当たり前のことで、 中国人が言う歴史というのはですね、自分たちに有利になるために歴史を作り出すわけですよ。別にそれ、さっき言ったように悪いかってうと、日本人の道徳観では悪いんですけど、中国の道徳観、学問観では悪くはないんですね。ですからこれは国によって違うので、日本は日本の道徳観、つまり歴史観ですね、事実歴史は事実に基づいて考えるんだと。 どっちがいいかはですね、それは日本が結果的に反映するか、中国が結果的に反映するかっていう問題であるんですけどね。ということで、まあ、日本の方が古いんですよ。ええー。日本人の、それはね、あの、僕はあの、これについてなんでおかしいなと思ったかっつっのは30年ぐらい前ですね、地球温暖化の問題が起きて、私もその頃ですね、一生懸命、えー、地球の気温っていうのを調べ始めた。そうするとですね、 あれと思ったのは、えー、結構、あの、えー、今から、例えば、そうですね、12万年ぐらい前から、えー、2万年前ぐらいまでが寒冷期だったんですね、地球は。寒氷期って言うんですけど、正しくはですね、ウィスコンシン寒氷期だったかな。そういうふうに言うんですね。その時代に発生した文明、もしくはその時代に発生するっていうことは、その前に、 その黄河なら黄河、日本に人が移ってこなきゃいけないんですよ。大体、エジプトあたりから移るわけですからね。そしてね、それをずっと調べていると、あれと思ったのは、その頃、黄河地区にですね、人が移り住むような状態じゃないんですよ。寒くて。で、もしも人間が移動できるんならば、例えば3万年とか4万年とか前に移動しなきゃいけないんですが、えー、その場合はですね、 海洋しかダメだなと思ったんですよ。その時にはこの四大文明との関係は僕は気がついてないんですが、えー、それで、あのー、結局、えー、っと、例えばエジプトぐらいから移るんであれば、海岸縁にれ、海岸縁に来れるのはインドぐらいまでで、あとは内陸には入れないだろうと。ましてあの頃ヒマラヤを越えてですね、とか、 え、シルクロードを越えて中国に入るなんてことは到底できないだろうと。寒くてですね。それからもう一つは、塩なんかが全然ない。だから、移動するときの食料もない。もともとあの、ちょっと脱線しますが、えー、っと、あの、今減塩とかなんか言ってんのはですね、あれはあの、えー、内陸の国はですね、塩が取れないんですよ。したがって動物を、動物、肉食なんですね。で、小麦を食べるっていう、そういう組み合わせになるんですが、それはあの、動物の、 お肉から塩を取るっていうぐらい。それしか塩が取れないんで、まあ、塩は非常に少量でいいんですね。そういう体になってるんですよ。ところが日本人は周りに全部海がありますから、まあ、塩はいくらでも取れるというんで、だからあの減塩っていうのはちょっと全然、だから例えば地球温暖化というものを調べますとね、えー、文明が中国が早いっていことは考えられないなと。これは日本が早いだろうなと。日本というかインドネシア、フィリピン、 日本ぐらいのところが一番先に人間が来るんだろうなと思ったりですねそれから減、えー、塩なんつってるけど一体減塩っていうのはあのそれは動物しか食べないエスキモムなんかもそうなんですがそういうのは塩、ねえー、塩分が少なくてもいいんですよ。それは別にです、ね、塩分の利用効率が違うんです。なんか腎臓のの作りもも血圧の構成も全然違うんですねで、まあ あの科学っていうのはそういう一つのことがいろんなことにつながってますから私が調べてですねちょっとおかしいなとそれで結局日本人のの考えの中に2つコンプレックスがあるんですね、まあ、日本人はあの非常に反省力が強いのでそれはあの日本を発展させた一つの理由になってるんで、えー、自分を卑下して反省するっていうのはいいんですよね。 まあ日本だけだと言われるんですけど何か贈り物を人に贈るときつまらないものですけどって持っていくのは日本人だけだと他のとこはいいプレゼントですって持っていくというふうに、まあ、昔よく言われましたけどもそれはある意味で悪いことではないんですだけどそれ行き過ぎてましてね日本は2つのコンプレックスにさいなまれております国民全体としては NHK が主導したんでしょうがないんですけども日本より中国の方が文明が早かった という誤解ですねそれから多くの文明は中国から日本に伝わったっていうそういう誤った見解これは学校でも教え NHK も放送したのでまあそういうふうになっちゃったもう一つは日本よりかヨーロッパの方が優れている、まあ、これで一番せ洗脳されたのが女性の、えー、指導者ですね女性はちょっとですね白人とか金髪とかそういうのにちょっと憧れる傾向がありましてねヨーロッパの王室とか そういうのにちょっと憧れているので、それもあってですね、ヨーロッパ崇拝。つまり、日本は現在2つの崇拝関係にあるんですね。1つが中国の文化の崇拝。それからヨーロッパ崇拝。この2つがありましてね。それがまあ日本を非常にひどく痛めつけているわけなので、ここでこれをちょっと触れたのはですね、日本から日本を考えるときに見るときに、 この大きな2つのコンプレックスは最初から覗いておかないとですね、なかなか議論がすっきりしない。これから日本から日本を見るという議論をスタートするんですが、ちょっと頭の片隅にですね、中国の文明の方が日本より遅い、ヨーロッパの文明の方が日本より劣ってるというふうに一応ちょっと考えていただいてということで、こういうふうにしました。